トレイルランニング丹波から世界へのお時間です。本日は中谷亮太さん、こんばんは。こんばんは。今日暑いね今日、正月早々ちょっと暑すぎるんじゃないですか。ここはなんかちょっと別世界にいるような感じですけど ね、 別世界ですね。ちょっとラジオを聞く皆さんは何を言ってんのかやって、ね、思ってらっしゃるけど、まあトレイルランニングの選手ですからちょっとね狂ってるんかなと思ってらっしゃるんではないんですよね。はい、実はここは今日はね、はい、青垣町の東芦田の五輪会ね、はい、来ておりまして、今日は1月の6日6日です。土曜日、なんとねトレイルランニングの今日は青垣の、大会名ごめん、あ、今回の大会は、はい、スーパー芦田城という、あ、スーパー芦田城ですね、耐久レースという、はいはい、大会でございます。今日はまだ選手の方も走らっしゃる方も今ちょうどね何周目の方でしたかあれはね。ああ今5周目とか6周目とか、はいはい、あ、選手によって、まあはい、周回差がもう出てる状態ではあるんですけど、はい、はい、そんな感じですね。今ちょうどね休憩されてる方はね、はい、まだあるんやとか言ってまして、なんか寒いでね泊まったら死ぬとか言ってましたけど、はいはい、そんな中なんか暑いと言ってるのはね、はい、全然光景がわからないんですけど、実は、五輪館のすぐ歩いてすぐですねこれ、はいはい、横にもう隣です。え、何これサウナの中今いてるっていうのはね、サウナの中にちょっとあのなかなか実況中継難しいんですけど、いいです、ね、はい、でこれ機械壊れないか心配ですけど、はい、いやほんまですね、壊れるまでに収録は終えて出ないとねちょっとまずいんですけど、はい、ちょうど今あのこれ手作りのサウナですか。そうですね、はい、すごいクオリティ高いですねこれ。本当これ匂いがねやっぱいいですよね。ね、本当これ、これちょうどあのヒノキと、ね、ヒノキの匂いですよ。本当にねいい香りがしてまして、はい、ちょうど今室内の温度が45度ぐらいですね。45度ですか。なんかもっと暑くなってきた気がするけど、いや本当ですね、はい、あの外の温度はねちょっと低いんでね、はい、はい、ちょうど具合いいかなって感じでございますけどね。チャンピオンも、チャンピオンも、はい、はい、あ、今日のスーパースタジオの、はい、5周の5周、ただいまチャンピオンと、ね、はい、1位と2位の選手が、はい、5周一緒にサウナの中におります。大体1周何キロでしたっけ。カオスな状況。7キロでしたっけ。1周14キロです。あ、14キロを5周で70キロですから70キロの選手ですね、はいはい、早々に終えた2人でございます。今日、まあ、70キロを終えてこのなんかねさらにこの今さっき早く終わっててなんかもう余裕でなんか飲んでる人がいい聞いてましたね。はい、ね、はい、それではね、中谷選手、はい、ちょっとあのラジオ沖の皆さんに分かりにくいんで、はい、選手の紹介とですね、はい、非常ないろんな特徴があるかと思いますんで、はい、中谷さんから見た、ね、はい、選手の紹介をしていただきたいと思います。はいはい、あのお二人とも、はい、とても有名でとても速い、はい、選手なんですけども、はい、まあ、今僕の隣にいるのが、あのもう有名な世界のマンバと言われた、はい、この業界ではもうね、はい、もう崇高な方でなかなか、はい、お近づきになれるないと、はい、もう今年はめちゃめちゃ近いですけどね。そうですね、はい、本当ですね、今日サイン帳持ってくの忘れた下田あ、いや、ありがとうございます。背中がどっかにマジックで書いてもらおう、はいはい、ありがとうございます。はい、マンバさんが、はいはい、横にいてくださって、その隣に、はいはい、あの吉井君という、はい、あの岡山から来られてるんですけど、吉井さん、岡山からどうも、ご苦労さんです、はい、今日は、優勝という優勝なんです。マンバさんとね実はデッドヒートを繰り広げて、あら、まあ、結果的に、はいはい、優勝ということで、あら、まあ、まあ、その展開が非常に面白かったので、ちょっとだけその説明だけさせていただくと、はい、まあ、マンバさんはですね、はい、あの2月に大きなレースがありまして、はい、あの世界でも、まあ、タラベラっていうすごい大きなニュージーランドのレースがあるんですよ。でそれに向けてもう、はい、もう練習積みまくって積みまくって今日のレースを迎えてて、うん、1周目走ってる時に、はい、もう今日ダメですわみたいな感じで、何ですかそれ、もう 足パンパンでダメですわって言って練習しすぎですか。練習しすぎでもうすでに筋肉痛で足パンパンでって言って、あ、正月三が日飲みすぎたっていうわけではなくて、それは僕ですね。あ、そうですかで、はい、で、はい、なんかそうですよ。で1周目終わった時にもうやめようかなって言ってはったんですよはい、はい、で、まあ、あの
吉井選手はですね、もう一定のペースで2時間10分ぐらいのペースずーっと回してて、はい、まあ、かなり速いペースで、はい、あの回してた、あの周回してたんですけど、14キロ2時間10分ぐらいで、あの最初もうちょい速かったでしたっけ、2時間アップダウンを6分7分ぐらいだったかな、はい、あらまあ、で、はい、切ってて、で、マンバさんは最初2時間27分とかで、うん、もうその時点で20分ぐらい差があるっていう状態で、もうやめようかなとかマンバさん言ってたんですけど、なんかちょっとほぐれたとかつって、2周目からブーストかかって2時間1桁台で、吉井選手をもうあの、猛追するような形になりまして、最後の最後は6分差でラストを出て、はい、はい、最後激闘の末、はい、優勝したのは吉井選手というような感じだったんですよ。じゃあまあ先行逃げ切りっていう感じですかね、はい、でまあそのちょっとお二人にいろいろとお話を聞きたいなと思います、はい、じゃあ、まあ、今まあ横にいるじゃあマンバさんの方にマイクを渡したいと思います、お願いします、はい、じゃあちょっとインタビューをあの専門家にしていただいた方がいいと思います。僕です。はい、どうぞ。いやいやいや、まあまあ、まあ、どうぞどうぞ、あなたの番組ですから。いやどうですかママさん、今日は5周、はい、走ってみてどんな感じですか。そうですね、芦田城自体はあの、ね、これまでも中谷さんの大会でしょっちゅう走ってるんですけど、いつもあの一番多くて3周だったのが今回あのスーパーということで5周と10周があって僕は5周にしたんですけど、はい、やっぱ4周目入るときにちょっとあのこれから未知の世界に入るっていうので確かにちょっとドキドキ感はありました。4周してみると、あ、これやったら5周もいけるなとなって、結果、まあ、5周もできたっていう感じで、はい、うん、まああのすごいあの芦田城のこのコース楽しいので、はい、あのまあ5周もありやなってすごい思いました。5周もありと。10周はどうですか。10周は10周はちょっと変態ですね。変態。いや、まあ多分あのやっちゃえば やってのけるんでしょうけど、ちょっとまああの、うん、やり、まあ今レース前ということでね、うん、今日は、はい、5周がちょうどいいかなという、まあ、ちょっと良い調整、ね、はい、いうことだったんですけど、はい、まあ、ママさんにとっては、まあ、ちょうどいい距離、ちょうど、はい、もういいよいいよ、今からちょっと出るね、本調子が出る前、はい、もうまあ終わってからね、もうあのね、リカバリーももう十分、お酒ももうご飯ももう満腹という、でもサウナにも入っても完璧という状態でございますから、もう今後ますます期待のママさん、ありがとうございます。じゃあ次吉井選手の方に、はい、どうですか吉井さん、はい優勝ですよ、優勝。いや、気持ちいいです。気持ちいい、最高っす。どんな感じですか、気持ちとしては。そのなんかレース中はどんな感じだったですか。まあ1周目が全然、後ろが全然来なくて、はい、マンバさん何してんだと、まあ、なんか調子悪いんかなと思って、もうそこから2周目からちょっと落とし気味で、はいはいはい、まあ、オーバーペースなんかなと思って、ペース配分分からなかったんで、逆に後ろが来ないから自分が飛ばしすぎなのかなと思った、うん、だからちょっと緩めて、はい、今日たら4周目で6分差ってきてやべえと。最後はめちゃくちゃ速かったですよ。あ、めちゃくちゃ逃げてましたね。あ、なるほどね、はい、まあ、でもその余力があるってすごいね、うん、いやなんか、 ね、うん、やっぱ抑えた分5周目結構走れて、はい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 、はい、で行きました。なんかでもちょっと終わったと聞いてたんですけど、あの初めてなんか最後きっちり走り切れたみたいな。いつも大体あの最後を垂れて長いレースだと大体抜かれるんですけど、今回はうまいこといきましたね。あ、ちなみにあの破折の時はどうやったんですか。破折ね、破折ね、もう結構最後しんどかったんですか。はもう、もう結構一定の順位ぐらいで行ってて、結局破折でも最後、あ、最後まで変わらないみたいな。うん、最後まあ一人抜かれました。あ、抜かれ、あ、そうなんですね。今回は抜かれず、むしろ差を広げてゴールまあ今後につながるいい走りができたと。あの今日はあの人生で最長、最長最長距離、うん、最長時間、時間、時間、はい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 、何時間ですか。何時間だったんですか、ね、でマンバさんが11時間39分、20何分ぐらいですね、うん、11時間
今まで、まあ、70キロで11時間ってなかなかないですもんね。初爪が今まで一番長かったんで8時間ぐらいですか。初爪、うん、8時間ですよね。いやいや、もうでもますます期待ということで、うん、はい、吉井選手はもう多分まだまだ、まあ長いのをこんだけ走れて短いのも早いんでね、どうする、でも短いのも出るんですよね。あ、出ます、ね、出ます出ます、はい。でもそれ以上距離伸ばす予定は今のところはないかな、うん、100マイルは、うん、100マイルはとりあえずないっていう、とりあえず、はい。まあ、でもすごい速い選手がずっと来てくれてるんで、まあ、今回個人的にはマンバさんとその吉井さんとの勝負が一人上でめっちゃ楽しみやなと思ってました。どうなるんかなというのは正直思ってたんですけど、いや軍配は吉井選手上がったというか、吉井さんはここ初めてですね、はい、このコースは初めてですね。 あ、そうなんだ、はいはいはい。まあ、ちょっとコースの感想を聞きたいですね。あ、コースの感想は、やっぱあの上りがきつい、上りがきつい、まあ、どこも丹波のはどこもなんかそんな感じなんで、はい、まあ、慣れてるといえば慣れてる、はい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 。でも結構走ってましたけどね、うん、ほとんど走ってたんじゃないですか上り。なんか ここが来るんで歩いたら、はい、ふくらはぎが走れるとかもゆっくりでも走ろうと思って、はいはいはい、なるほど。マンバさんはほとんど歩きでしょうね。ほとんど歩き、全然歩きぐらい歩きがめちゃくちゃ速いですよ。へえ、このこでも歩きで2時間ちょっとで来れるってちょっとイメージつかないですよね、うん、その辺はどうなんですか、おばさん、ちょっと教えてください。ただ歩いてただけなんですけど。もう答え、答えがもう、いや、なんか熊はもう1日ね50キロぐらい歩くと行くみたいですけど、それを超えるね距離です、ね、あ、確かに70キロね、はい、大移動、熊に例えられてますよ、まさに。そう、山本龍馬さん、10周走ってるんですけど、に僕2周目で追いついたんですけど、はい、ちょっとなんかすごいびっくりされて、うん、熊かと思ったって言われたんで、ちょっと熊っぽかったんかもしれないですね。はい、なんか熊キャラなんですね、まんまさん。真っ暗やし。あ、真っ暗やし、はい。なるほど。いやいや。うん、いやでもすごいね、争いが、まあ、すごく楽しみ、まあ、今実習をね走ってる、さっきも出たんですけど、まだ今、まあ、こうやってぬくぬくとサウナに入ってる、僕らが入ってる間も選手は10周の選手はまだ走ってるので、まだ半分やっていう方もいらっしゃるんで、そうなんですよ。はい、や、まあ、いつかマンバさんの10周も見てみたいなと個人的には思いますけど、はい、もう熊になってるんじゃないですか。ね、5周あたりからもう熊になりって、はい、いやまあそうですね、今後はど、あと、まあ、マンバさんはタラベラなんで、吉井さんはどうですか、レースの予定は2月3月4月4月とか、今エンテル最近近場で言えば、あの徳島の千葉、あ、千葉海岸、あ、へえ、1月っすよね、1月末っすよね、末、うん、はい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 、が一番近い、へえ、もちろん狙いは優勝、あ、優勝、おー、うん、なるほど、亀を背負うわけですね。あのゴールドの亀をね、はい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 。でその次は今んとこ、あのハセツネの30キロ、あー30キロね、あれ世界選手権の選考レースですよね、確か、え、そうなんですか、確か、へえ、知らなかった、確かだったと思います、結構みんな出るって言ってました、うわ、はい、龍之介とかも出るって言ってたんで、おお、はいはい、楽しみですね、楽しみですね。でその後はゴールデントレイル、ああですよね、うん、出ます。ゴールデントレイルって僕らが多分富士走る翌週とかその時とかですよね、ですかね、4月のいつだったか、多分同じぐらいだと思うんですよね、半ばぐらいだったですよね、うん、なるほど、じゃあまあ全部優勝ということで、はい、いやもう期待しかないですねこれは。でもアンバさんは結構レースがあと、あ、でも3月はないですか、3月はなしで4月にあの富士で、それは一緒ですもんね、はい、で
丹波ですね。ああ、そっか、5月だよ。丹波さん結構ね、レースプランね、あのしっかりしてるんですよ。しっかりしてるのはちゃんとあの年間計画がね、であのちゃんとね、休養がちゃんとあるんですよ、はい、僕ら結構ガンガン走る、入れちゃうんですけど、丹波さんだいたい100マイル走ったら1ヶ月ぐらいはあんまり長いの入れない感じですよね。長いのはね、ね、それはやっぱり今までのいろんな経験から言ってるわけですよね、うん、そうですね、やっぱ怪我するっていうのはね、うん、頑張れないですね、その詰めたとこで、はい、今回もね、いや4月6月入れてても結局がん、ね、2月頑張ったら多分4月6月は頑張れないんですけど、うん、はい、じゃあ年間で、まあ、最低1ヶ月は空けようと思って。なるほどなるほど。年間でまあじゃあやっぱり2個か3個ぐらいがもう最大かなって感じですか、狙うなら。そうですね、狙う半年に1個ですね。半年に1個、はい、じゃあ年2つがもう標準、はい、もう自分が最大で狙うとしたらそれがぐらいがまあプランとしてはもうちょうどいいと。あ、これちょっと参考になるかもしれないですね、うん、はい、結構ねみんなねレース好きだからガンガン入れるんですよ、うん、あ、はい、僕もそうですけど多いっすよね多分トレランの人ね。100マイルで全部結果を残すはやってる人いないと思うんですよ、ね、ああ、もうこれ結構理論的な、うん、はい、理屈の確かにという、うん、はい、うん、確かに言われてみれば、うん、おお、山力がまだ起動してました、うん、まあでもそ、それでひょっとしたらこれ将来は実績を出す人が出てくるかもしれないですね、うん、年間にね、うん、何回かね、うんうん、100マイルね、100マイルは確かにね結構負担でかいんですよね、うん、100キロとかは多分ねちょっと違うと思うんですけどね、うん、お100マイルは、まあ、だって御嶽で調整であれですもんね、 UTMB とかですもんね、そうそう、いつもね御嶽の調整も正直縁かどうかちょっと分かんないとこで、去年走った感じでは悪いんやろうなとは思ったんですけど今年も一応招待やから出ようかなるほど、もう無理せんとゆっくり走ろうと。なるほど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 、あ、なるほど、まあ有名になるとね招待ってのはありますから、無限に断れませんよねやっぱりここまでね世界のマンバと言われててね、断ったなんてことはね、いやいや、まあそれはタイミングが分かったら断るんですけどね、空いてたらじゃあ行くかってなっちゃいますよね、それは分かりますね、ありがたいしねみたいな、そうだね、それはやっぱりありがたい話ですね、とりあえず走っとくかみたいなにはなりますけどね、はい、まあでも大会やってる方からするとね、参加してくれたっていうのもね、また大会を盛り上げるのにね、いや、まあまあそうですね、人役買いますしね、ほら、ねはい、他の選手のやっぱり意識高揚というかね、はい、なりますよね。確かに、さすがいいこと言いますね。いやもう有名選手はやっぱりそういうのはねしょうがないですよね、これはね、もう定め定め、はい、定めはい、はい、まあでも万波さんも後半はね海外レース結構中心ですよね、うん、ああ今年はもう、うん、ニュージーランドとフランスの UTMB の2つしか決まってないんですけど、ああそうなんですね、去年が結構ね後半海外多かったイメージなんで、はい、またそうなんかなと思ってたんですけど、はい、なるほど、日本決まってるって感じみたいですね、はい、はい、ありがとうございます。あのもう一方なんか覆面されてるような マコリー、あ、ちょっと、あ、すいません、あら逃げてきました、逃げてきました、サウナ好きの、はい、あれなんですけどね、はい、まだ時間はありますか、まだ10分ほどありますので、10分もあんの、はい、ちょっと小手さん場を繋いでください、ちょっと、はい、熱くてちょっと死にそうなんです、そうですね、実は今ねラジオ機の皆さんには分かんないんですけど、サウナの中でですね、寒い冬の格好をしたまま入ってきてね、ちょっと話しておりましたので、非常にねちょっと汗が出て、やっぱり人間の体正直ですね、はい、汗が出る、これやっぱりサウナ効果が出てるなって感じですけどね、はい、万波さん、今年のお正月はゆっくりできたんですか。ゆっくりしてました、はい、うん、僕親が姫路に住んでるんですけど、はい、まあ、普段尼崎に一人暮らししてて、はい、姫路の方帰ってて、はい、はい、でも日中やることないんでもう一人で山、うん、毎日行ってて、あ、姫路の山へ、はい、姫路やったら山すぐ近くっちゃ近くですから、いや、ね、あちこちに里山がありまして、はい、はい、元日は書写さん、あ、書写さん有名ですよね、遠鏡寺、はい、はい、初詣客多かったんちゃいますか。
いや、それがね、初詣で、毎年行ってるんですけど、今年今で一番少ないんちゃうかなぐらいに。なんであれ、天気悪かったんでやろうか。うん、あの、ご来光見ようとも思って、うん、はい。見に行ったんですけど、うん、ちょっと雲も、今年ね、はい、はい。雲かぶってて、ちょっと見えなくて、はい。うん、なんか少なかったですね。はい、なるほどね。まあ、そんな中もやっぱり、やっぱ体がやっぱり走らないとちょっと満足できない体になってしまってるんですね。いや、なんかね、もう山に行きたくて、別に走る走らん、別に僕は走るのにこだわりなくて、はい、とりあえず静かな山に行きたいっていうのがあって、あ、なるほどね、はい、まあ、でもそれなりの格好して、ね、はい、やっぱ歩くよりもやっぱりちょっと、まあ、走る格好をして、はい、というか、ね、歩いても早いというそうですか。あの、お酒の方はだいぶ行きましたか、正月。お酒もあの、実家なので、はい、あの、まあ、晩ご飯の時は飲みますけど、はい、ね、一人の時は飲み放題ですけど、実家帰るとやっぱり親の目があるので、もうめっちゃ面白い、ね、やっぱり親はいつまでたっても親ですから ね、 ですね、ね、自分がもうおっさんになってんだけどねあの、まあ、どっから見てもおっさんですけど、やっぱりね、それはしょうがないですね。そうですね、はい、でもまあ親もいつまでたっても親ですからね、世話焼きたいんですよね、これね、しょうがないですね。はい、そんなわけですけど、ご家族はでもいろんなね、世界あちゃこちゃ行ったり、大会へはやっぱり協力してね、参加、あの、実際にその見に来られたりされることはあるんですか、大会。あの、姫路の周りの、うん、姫路の近くの大会とか出るときは送ってもらったりとか、はい、見に行きたりとか、ええ、はい、してもらうときありますけど、はい、それ以外は基本的に一人ですね、うん、別に、はい。そうですか。はい、まあ行ってこいやと。そうそうそう。何をやってるか分かってないっていうことはないんですよね。ああ、もちろん分かってます。はい。あ、よかったです。何をして応援に来てるのに、そんなのそれはないでしょ、さすがそうですか。いやー、なんかね、送ってくれ言うから送ってるけど、何をしてんやろってるような、ちょっとね、そんなことはないね。はい。ありがとうございます。はい、それでは、あの、1位のね、吉田選手ですよね。吉井選手。はい。吉井先生、今日はあの、私、あの、初めてですね。はい、です。どうも、また今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。この番組はですね、追っかけ、ね、されますんでね、もういろんなとこへ、もうネットでつながりますからね、今ね、世の中ね。あの、新進気鋭の選手ということでね、今年はちょっと、このね、目が離せないということで、しっかり見ていきたいと思いますのでね。吉田選手は、はい、あ、吉井選手ね、私平気で名前間違えるんで、あんまりあの気にしないでください。吉井選手はトレイルランニングにいつからやっとってん？いつから、多分いつからかな、うん、知らんうちに やってたって感じ？7年目ぐらいかな。はあ、なんかきっかけはあったんですかね。きっかけはその階段マラソンっていう、うん、アベノハルカス、はい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 、を駆け上る大会があって、はい、それがきっかけで、うん、山を走るようになりましたね。ああ、階段と山、まあ、階段から山へね、やっぱ自然の方へ、うん、ビルよりも、うん、いや、まあ、階段も今もやってるんですけど、うん、それプラスはい、まあ結構似てるね、登るっていうことで。ああ、まあでも階段はあの決まったダンスのね、うん、あの幾何学的なもんですけど、山はそうはいきませんよね。うん、そうですね。まあその辺の魅力もやっぱりあるかもしれませんね。うん。もともとあの、なんかそういうスポーツはやってはったんですか？もとも中学校の時は陸上やってて、はい、そっからはもうバドミントンやってたんですよ。あ、そう。で、まあ、社会人になってもやってて、はい、引退して、今度はロードバイク始めて、はい、まあ、それもやめて、うん、そこから走るようになりまして。あ、そうですか。はい、そしたら、まあ、あの、走るようになってからこういったいろんな大会へ参加されるようになって、はい、まあ、今回優勝ということで、はい、この後ちょっとね、人気の選手として業界ではちょっとね
噂になるんじゃないですかね。あ、はいはい、それはありがたいです、ね、で、あとあの、丹波の方へはちょくちょく来られる。はい、ちょくちょく出てます。あ、ほんまですか。はい、なまた全部優勝え出るたびに出るかなんな、そんな大ロスト1時間ぐらいしても優勝しました。あらまあ、ほんまですか。すごいね、はい、だからバンバさんと、ね、あ、対決が楽しみです。そういうことか、はい、これもうじゃあもうゆくゆくはね、もうマンバさんはもう、あ、もうついてくるかいうぐらいな感じでね、あのね、あのね、なってらっしゃると思うんですけどね、あのまあそんなことでございますが、今日はあの止まって明日も走られるんですか。いや、明日は走らない。明日、あれ明日もあるんでしょうね。あれ、いやいや、もう今日、あ、今日、明日一周の分があるんですけど。あ、そっかそっか、はい、失礼いたしました。5周走った日からは、はい、もうあの、はい、ゆっくりするのを楽しみに、うん、加えてると。そうですね、この後いろいろね、その交流会でいろいろね、まあ、まあ、いろいろとこの、すでにその時間になってると思うんですけど、はい、そうですね、今日はでもいろいろ良いね、作戦やらいろいろ年間計画なんかもね、ちょっと聞いたりなんかしてますのでね、この後ちょっとこのサウナ暑くなってきましたね。暑くないです。いや、実は暑いんですけどね、ちょっとあの年齢によってあんまり暑さを感じない年頃になってきているので、ちょっとやばいね。やばい、いやちょっとやばいな。もうあのお時間もね、だいたい30分ほどお話伺ってきたんですけど、これ中身にちょっとだいぶ汗かいて、こう外出てね、風邪ひいて明日寝込むタイプですね、はい、というようなことで今日はね、あの五輪館のねすぐ近くにございますサウナの中から実況生中継。温度の方はさほど、温度計はでも、はい、開けたりしてるんで。あ、そうか、あ、そうか、ドアの近くには温度計があるからね、はいはい、ここの辺のためにめちゃくちゃ暑、はい、いや結構暑いです。はい、これも多分出て家帰った頃にはなんかなんと倒れるパターンかもしれませんので、ね、もう出たら倒れるんじゃないですか、はい、帰ったらゆっくりね、はい、ちょっと中からアルコールで再度ぬくめてから眠りたいと思っておりますね。はい、トレイルランニング丹波から世界へ。今日はね、中谷さんもうね、あの今ラジオ聞きの皆さん分かんないですけど裸なんですよ。暑すぎるでしょ、ね、パンツも履かずにどうしたん。なかなか立派なものやないの。え、どうしたの。ちょっとあのラジオではちょっとあんまり言えない、ピピピピってなりそうな感じでしたけどね。はい、トレイルランニング丹波から世界へ、本日はこの辺で、また来週どうも。じゃ中谷さん、はい、最後にさよなら、また来週ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。